様。お疲れ様です。アリヘックス。アリヘックスって名前だったんです。はい。終わった時に僕は知りました。27日からだね。27日から、27、28、29、30、5日間。1週間。たっぷりとステージ、ね、パフォーマンスしました。皆さんお疲れ様でした。はい、もう見てください。このそれぞれの目が開かないんで、もうみんな目が開かないね。今日は朝ね。いや4時台。4時台だね。4時台に起きて、朝から撮影して、そこからパフォーマンスやって、コラボパフォーマンスやって、お疲れ様でした。9時ですか、はい。4時に起きて9時ですか。計算が合わない。楽しかったですね。もう本当ね、朝のあのチャーハンおにぎりだけで食べたの。はい、なので、もう今日すべてやり終えて、これからアブダビの宝船さんおすすめの美味しい料理が、安くて美味しい料理があるということを教えてもらったので、今日はそこで宴会したいなと思ってます。空になった胃袋にカレーを詰め込む。カレー、カレー、カレー。ホテルに戻してですね。戻してですね。これから宝船さんおすすめのレストランへ。なんと宝船さんこの滞在中で2回も行ったという超名店があるということで行きたいと思います。カレーペ食うぞ。食べるぞ。今日は何も食べてないぞ。行こう。ここだ。あった。あれ？何屋さんなんですか？ね、あのハンバーグ。ハンバーグ？ケンタッキー。何ですか？お嘘つくぞ。でも何料理かはね、分かんない。中東料理。とにかく美味しい。アブダビの料理。楽しみだな。今日でアブダビ最終日なんですけど、はい、やっぱり今回アブダビの料理は美味しいんだっていうものを見つけて帰りたいんですよ。はい。まだないんですよ。まだね。今回は、はるちゃんが料理作ってくれたから、あれなんですけど、今までまだちょっとね、アブダビでこの味また食べたいっていうもの、まだ出会ってないんですよ。ちょっと、頼みますよ。頼みますよ、本当に。期待値むっちゃあって。はい。よーし、行くぞ。これです。入れるよね。すぐだよ。入れるよね。あ、ここだ。グッドイブニング。OK。あ、なんか明るい。おろ。ここです。噂の。来ましたよ。はい。右手でしか食べちゃいけないらしいですよ。左手は不条の手だから食べちゃダメ。で、右膝を上げて。グッディブニン。右地べたに座るとこ行きたいよね。こういうとこじゃない。こういうとこはいいじゃん。え、ちょっと座りますか。座りましょうよ。 Everywhere OK? うん。Take off shoes。 手洗おう。もうね、これ見てくださいよ。このなんだろう、キッズルームみたいなところ。こんな感じ。安いんじゃないこれ。安いですよ。ジュースが斬新。このピクニックスタイルいいね。うわ、むっちゃいいね。うわいやあ、見てください。3人前の肉。4人でギブです。とんでもない量だ。
やっと半分食ったぐらいですか、ね、でもまあなんだろう、ほぼお父さん人で来たけど3人前の料理じゃねえ。俺もルパンも結構食べる方だけど、ちょっともうちょっと結構きついよね。3等分作る人。刀焼き。いやいや。どうぞ。激チーム。むちゃくちゃあったね。まだこれココイチでいうとこのカレー 450g。 いやむちゃくちゃあるね。相当食べましたよ。3人前ですよこれ。あと何もまだ1枚残ってたり。面白いですよね。ギブです。左手使わずに右手で食べるっていうね。あとこういう全然食べる。あとこういうビニールを敷いて地べたっていうか、こういう風に食べるんですね。アブダビ最後の夜、いい経験をしました、はい、ね、なんかね、うん、右手は綺麗、左手はめっちゃ使っとるがね。使っとるな、それ救いのジュースも重いっていう。しっかりとされてるんです。バカみたいな。そう、しっかりと。あと黒ウロンちゃん。アブダビ最後のラストナイト。もうヨタ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 。あの前にね、僕ら預けてないんで。ここに横に。そうなの。マジヨタヨタ。いや、やったね、今日は。やりました。あすごい、その、なんですか、疲労感がすごい。充実した疲労感で。そうね。なんか、ああ、なんかやったな、みたいな。もうだってさ、朝とか昼がもうずっと昔のようじゃん。まだだって夜11時ぐらいだよね。はい。もう、何もせず、眠りたい。帰ってきた。明日の朝は意外と早い。はい。そう。明日の朝は9時に、バス乗ってドバイ行って、はい、でドバイでちょっと半日ほど観光して、はい、で9月2日に飛行機乗って日本に帰る。はい。そんなツアーでございます。じゃあおやすみ。おやすみ。いい夜でした。もう寝る。もう寝る。アウト。片目位置、アウト。グッドナイス。アブダビ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。応援ありがとうございました。それでは。